川被害は、コイカカマツカアカに属する魚。日本固有種である。桜映え、柳映えの別名がある。形態がよく似るビワ被害 SV マイケロキアラスとは、アッシュの関係となる。農地平やビワ湖流入河川、山口県を除く中国地方、九州北西部、行き島に分布する。全長は13センチメートルほどになる。日本の被害の仲間の中で最も小さく。 糞が丸い、お柄が太い、頭が小さいなどの違いがある。体色は高褐色で、体側には黒色の竹体があり、さらに黒色の雲ーパンが点在する。繁殖期には体側の帯が不明瞭になり、オスは頬とエラブタがアワベ紅色になる。さらに目が赤くなる。また、糞周辺や災害に追星が現れる。この婚姻色から、 岐阜県では桜場へと呼ぶ。河川の中流から下流域の流れが緩やかな場所や、用水路のされ規定のところに生息する。雑食性で、水生昆虫や小型巻き貝、付着草類などを食べる。繁殖期は5月から7月で、メスは、石イ,イや、互いなどの2枚以外の樹水管に産卵管を挿入し、外頭空に散乱する。孵化した稚魚はすぐに貝の外に出る。 2年で成熟し、寿命は4年ほどである。純絶滅危惧。ありがとうございます。